ますと、まずママさんとご主人さんと、あと息子さんが一生懸命こう準備を始めてくださって、でもう彼もそしてさっきの2人もみんな早く来てくださって、もうガタガタ、これこの下もテーブルなんですよ。でお盆が裏返しになってこの間に詰まってたりするんですよ。でこう紐線かぶせて、何事もなかったかのようにこういう舞台になるわけで、本当にありがたいです。それをやみくもに殴りつけました。ところがそれが、いやもう1年、また厄介になるかな。海水帽を脱いだばかりのように乱れた髪が、少女は絶えず気になっていた。しかし男の前では恥ずかしくて、おくね毛をかき上げる化粧の真似もできない少女。見てごらんな、意地があるから、これ私の代わりに放り込んじゃおう。波や見たくつ、死の具の見てと、そこにあった石を川の中へダーン飛び込んだよ。バカだね、私が飛び込んだか石を降りなかったか分かりそうなもんじゃないか。その日は大正九年夏のある日、その年の5月に久子は弟映像を亡くす、8月に母を亡くす、立て続けにその肉親を亡くしましたが、その臨終のとこに立ち会うことはできなかった。佐藤という強欲非道な興行主のもとで過酷な年季生活、その年季が間もなく終わるという夏を迎えておりました。久子がこの見せ物芸人となりましたのは4年前。その初めから男主としてそばについていてくれますのが中谷雄三。その中谷雄三が今日の昼間駅の売店で買ってきてくれたのが婦女会という雑誌。久子はその日興行が終わってから、短い腕の団体で器用にそのページをめくりながら読んでおり、あら、これ賞金付き随筆募集。へえ、素人が随筆を書いてお金がもらえるんだ。やってみようかな。題は我が前半生を語る。私の前半生、これまでのことならばいっぱい書くことがあるわ。へえ、懸賞金は、はあ、30円。30円ももらえるの？100円あれば家が建つのよ。これはやってみるしかないわね。ほら、これ婦女会の9月号。婦女会、ほらここのところだね。さまざまな苦難と戦い続けてきた私の半生、一等入賞釜成久子。えっ、先生、読んじゃダメ。何を言ってるんですね。え、あんたよ、男のくせにこの浅草ロックの真っ只中で大威張りで片手がないぐらいで乞食をするとは何ですか。恥ずかしくありませんか。さあご覧なさい、私には両手も両足もありませんよ。だけどね、私はこの体で一度だって乞食をしようなんてこれっぽっちも思ったことはない。久子は心の中の両の手を合わせて祈り続けていた。赤ちゃんを胸に置いてもらって久子はこの子を大切に育てていかねばならぬと思う。それがこれまでお世話になった人々へのご恩返しになるのだ。父への供養にも、弟や母への供養にもなるのだと、そのためには自分が人間としてしっかりとせねばならぬと新たに決意をするのでございました。
手足なきままに70年間、72歳でこの世を去る久子、今はまだ26歳でございます。この翌年になんと夫の中谷雄三を病で亡くすことになるという、久子の人生はまだまだこれからでございますが、本日の久子伝はこれまで。義足と娘というお話、これにて読み終わりでございます。